皆さんこんにちは。はじめまして、グローバルキッズ柔道ネットワーク代表の柔道家石川めぐみです。私は現役時代、日本の講道館杯という大会で2011年、2015、2016年の3回の日本一になり、2014年にはアジアチャンピオンにもなることができました。2020年3月に現役をやりきって引退し、セカンドライフは柔道を通して世界の子どもたちを幸せにしたいという夢を持って、その年の10月に非営利型社団法人を設立し、現在シカゴで子どもたちに柔道を教えています。アメリカの子どもたちは小さい時から自主性を押し付けられているからか、日本の子どもたちよりも積極的に感じます。恥ずかしがることなく質問してきたり、わからないことはわからないとはっきり伝えてくれるので、その分こちらもどんなことも答えてあげられるようしっかり準備して臨んでいます。また柔道の基本精神である精力全用、自他共栄の心や規律を子どもたちに普及させることで、次世代を担う子どもたちの健全な育成に寄与する社会貢献活動を行い、海外における文化交流の推進を通じて日本文化及び柔道のプレゼンス向上を図りたいと思っています。しかしまだ海外での活動は初心者でスタートしたばかりです。今回ご紹介してくださった岸岡さんはじめ、双葉会出身でアメリカのみならず世界で活躍されている皆様を心から尊敬しています。実は私自身、2019年に一度双葉会で柔道教室を行わせていただきました。海外での日本人学校ということで、双葉会の皆さんに強い絆を感じました。皆様今は離れて活躍されているかと思いますが、私から見ると羨ましい、海外で学ばれたユニークな経験を誇りに、これからもシカゴ双葉会の同窓生の絆を大切にされてください。恐縮ながら私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。